マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。よくダイエット中で食事制限をすると栄養不足になってしまうか心配ですっていうねご相談受けます。確かに栄養不足になってもうげっそり痩せたって嬉しくないですよね。私だってそう思います。そこでこの動画をご覧いただきますと少ない量でもしっかりと栄養が取れて痩せる方法がわかります。もしあなたが食べる量は少ないんだけれどもしっかりと栄養が取れて健康的で綺麗に痩せたいなとお考えであればぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、痩せる常備食ダイエット法についてお伝えしていきます。はい、ではここからは一つ目、なぜこの常備食で痩せることができるのかその理由と、二つ目は私が選んだ常備食5つご紹介していきます。ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。ではまず1つ目の項目ですよね。なぜこの常備食で少量でも痩せることができるんでしょうかっていうポイントが2つ。1つ目はそもそも栄養価がものすごく高い食材だからです。2つ目、腸内環境を整えてくれる食材だからなんですね。この2つがもうセットになっている食材なのでもう最強に、まあ、コスパもいいですし痩せ効果も高いですよということ。まず栄養価が高いということはそれだけ栄養が取れますよね。そうすると痩せるための必要なホルモンを作る材料をゲットすることができますが、ここがベース。プラスそれだけではなくてあなたの腸内環境のバランスが大事なんですよね。腸内細菌たちのバランスです。なのでそこを整えてくれる食物繊維がもうたっぷりと含まれている常備食なんです。ではここからダイエットにおすすめの栄養価の高い常備食5つお伝えしていきます。まず1つ目はこちらです。はい、切り干し大根になります。私は必ず無添加で国産のものを選んでいます。なのであなたもぜひ余計な添加物が入っていたり味がねついていたり、まあ、外国のものであったりっていうのよりはもう無添加の国産のものを選んでください。でこの切り干し大根すごいのがですね、もう食物繊維がものすごく含まれているんですね。例えば食物繊維といっても2種類あるんですけども、水溶性のものだと約生の大根の時に比べて6倍で、なんと不溶性食物繊維は20倍取れてしまうんですよ。ということはですね、大根1本分のこの切り干し大根の食物繊維を取ろうと思ったら生で大根20本分も食べないといけないっていう、これいかがですか。そんなに食べれないって思いません。しかもコスパいいですよね。20本分の大根買うよりも1本分の切り干し大根買った方が絶対いいわけです。なのでもうぜひね、しかも傷まない、かなり長期保存できますから、もうこれは一石何鳥あるんでしょうっていうね、もうこれ私大好きです。甘みもありますし、よくねお味噌汁の具として使っています。でプラス、まあ、カルシウムとか鉄分も多く含まれていますから、これすごくね私たち女性にとって嬉しいですよね。骨粗しょう症の予防であったりとか、やはりなかなか女性って鉄分不足になりますから、ぜひ鉄分といえばレバーとかじゃなくてこういった切り干し大根でも取れるんだってね、もう手軽にね取り入れていただきたいなって思います。であとカリウムが豊富なのでむくみ改善効果もありますし、なんと脂肪燃焼効果もありますからね、代謝アップして痩せることができるんですよ。では2つ目はこちら、干し椎茸になります。はい、もう同じく無添加国産のものなんですけれども、私は今回ちょっとスライスのタイプを買いました。楽なんですよね。丸ごとのね干し椎茸結構戻したりとか手間がかかるので、もう最初からカットしてあるものを私は常に選んでいます。そしてねこれも生の椎茸よりも10倍も食物繊維取れるんですよ。ということは生の椎茸を10個食べるのとこの干し椎茸を1個分食べるのと同じ食物繊維が取れちゃうわけですから、どちらがいいですかっていうね、まあ、もちろん料理のね用途にもよると思うんですけれども、私はですねもう本当にこの要は干し椎茸、乾燥したね天日干しになったお野菜系をすごくね使います。コスパがねいいですもん。少量で何十倍ものエネルギーカロリーというよりは栄養が取れちゃうんですよね。これすごいですよね。もちろん凝縮した関係でカロリーも若干上がる場合もありますけれども、もうその何十倍も栄養が取れますから、もう本当に一押しです。
ということで、こちらの干し椎茸もカリウムが豊富なので、なんとむくみ改善効果もありますし、私たち女性に必要な葉酸がすごくね簡単に手軽に取れます。でまた骨粗しょう症の予防にもなるということで、切り干し大根と似たところがありますよね。はい、では3つ目のおすすめの常備、こちらです。干しれんこんになります。いかがですか、干しれんこんなんてあるのってね、知らない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、私これ常にストックしてます。すごく便利なんですね。生のレンコンってやっぱり傷みやすいですし、ちょっとアクが出たりとかしてこうね色が変わっちゃうじゃないですか、放っておくと。でもこの干しレンコンだともういつまでも持ちますよ。こちらなんかもう来年の2022年の6月まで持っちゃうって、これすごいですよね。もう今2021年の9月ですから、もうどれだけ持つのっていうね、もうすごく便利なんです。でこの干しレンコンもとにかくそのあなたの食欲を抑えてくれたり、脂肪燃焼効果がある食物性が豊富で、むくみ改善、そしてここかぶってますね、で栄養価が高いんです。干されたことで生のレンコンも何十倍も栄養素がアップしてますから、こちらも結局少量で済むわけです。では4つ目はこちらです。こちらは国内産の海藻サラダになります。でこちらサラダになっているので、まあ、もちろんサラダとしても召し上がっていただいてもいいんですけれども、私はもうこのままねお味噌汁の具としてババッて使っちゃうぐらい、もう常にストックしてます。で海藻類、例えば、まあ、お味噌汁にはわかめだけとかね、そんなね私固定観念は全くないです。もう何でも OK。 もうこちらなんかは茎わかめ、わかめ、白トサカ、昆布、赤トサカっていうね、いろんなこうカラフルな、ね、海藻が入っているんですけども、もう何でも OK です。海藻系でしたらうまく、ね、使っていただきたいなと思います。やっぱり海藻はあのネバネバ食品系に入る、要するにお腹の大掃除ができちゃうので便秘改善にもすごく効果が高いんですね。で何よりももうカロリー、エネルギーがすごく低い低カロリー食品ですから、もうぜひねお腹いっぱいにもなりやすいですし、海藻おすすめです。食欲も抑えてくれて、血糖値の急上昇、要は脂肪を溜め込むのもね防いでくれちゃうんですよ。でむくみ改善効果もありますから、こちらうまく使っていかれるといいと思います。では最後の5つ目はこちらです。カットキクラゲになります。まあ、キクラゲはですね、まあ、コリコリっとした食材で、よく中華料理とかでね、まあ、ちゃんぽんに入ってたりとか炒め物とかよくあると思うんですが、なかなか日頃、いやキクラゲを私毎日食べてますという方はあんまりいらっしゃらないかなって思うぐらい、そんなにしょっちゅう使うものではないですよね。だからこそこういった乾燥タイプになっていつまでも日持ちがするものって持っておくのってすごくね無駄がないと思いませんか。そしてキクラゲってすごくて、要はもう漢方系のね、まあ、薬膳系の効果がありますよね。食材の中でも余分な糖質、まあ、太る元ですよね、を包み込んで体の外にね排出してくれる効果があります。でまた太る元、血糖値の急上昇を抑えてくれるので、キクラゲをトッピングすると脂肪を溜め込むのをね事前に防ぐことができちゃうっていうすごい優れものになります。ではここから以上お伝えした常備食品をですね、私が普段どうやって使ってるのって気になっている方いらっしゃいましたらと思ってねお話しようと思います。私は例えば今までお伝えしたこの干し椎茸、干しれんこん、あとは乾燥の海藻とこのキクラゲはですね、ここの袋のまんま開ける前にですね、もう手でねバリバリバリって崩しておくんですよ。これもバリバリって、このレンコンなんかもうねお水に戻すとすごい膨らんでめちゃくちゃ大きくなるんですね。椎茸もそうです、あとキクラゲと、なのでこのままバリバリっともう砕いておいて、小さくした状態でどうするかっていうと、もうお味噌汁の具に全部使ってます。もうパラパラってすっごく簡単なんですよ。もう切る手間も省くかっていうぐらいね、私本当にもう簡単で腸内が整って健康を維持しながら体型もキープできるっていう、こういう食材が大好きなんですね。で最後この一つ、切り干し大根、これだけはさすがにですねこうやってしたって崩れません。なのでどうするかっていうと、これも私はですねお味噌汁のお鍋の上でガバッとね取り出しましたところ、どうするかっていうと調理バサミでパチ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 ってね切ってバラバラって入れるっていう
もうどうかしても手でちぎるとかね、もうそれぐらいね結構ワイルドにしております。日々でもそれぐらいですね、やっぱりいかにこう手をかけずに簡単で、しかもこれコスパがいいですよね。先ほどお伝えした通り、その例えば椎茸であれば、まあ、生の椎茸だとこの乾燥椎茸に比べて何十個まで食べないといけない、まあ、そういったことをしなくて済みますし、日持ちもしますし、簡単だし、もう一石何鳥もあると思いませんか。なのであなたの日頃のダイエットと健康のために、今お伝えした常備食品をですね、もう常にストックしていただいて、もう手軽に簡単にね取り入れていただけたらとっても嬉しいです。今回の動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。